なんか記者会見入ってきたみたいだなこれ。なんか本当に記者会見間違いね、記者会見みたいなもんだ。自己紹介しましょう。デフォルトの夏樹です。大勢です。コンペです。今日はデフォルトから 大切な報告があります。軽く説明すると、去年の10月に、茨城県の水戸で僕らはオーストラリアに旅立つということでワンマンをして、そこから約1年か2年か海外でね、オーストラリアで修行して、日本に帰ってこようということで皆さんに送り出してもらいましたが、この度僕たちエフォルトは日本へ帰国します。すいませんでした。すいませんでした。エフォルト帰国の理由としては、今オーストラリア、日本もそうなんですけど、コロナウイルスでちょっと大変なことになっていて、オーストラリアのコロナウイルスの状況を話すと、日本とより少し感染者数が多いぐらいなんですけど、まあ、政府の対応として、オーストラリア国内への、あと外国の観光客とか、まあ、新たにオーストラリア人以外はオーストラリアに入れないとか、レストラン、ホテル、バーとかカジノとか、そういうサービス施設も全部今閉鎖を、法的に閉鎖をさせられている状況です。エフォルト今3人来てるんですけど、もう1人のメンバーもその発表のためにオーストラリアに入国できなくなったりとか、もともと僕らの目的であったライブをするっていうことも、今パブとかとライブハウスとかが全部閉鎖をしてしまっているのでできない。しかもこれが最低6ヶ月ぐらいは続く見込みっていうことで、まあ、僕らのビザも切れてしまうんで半年先だとっていうところで、この今回帰国っていう決断をしました。で、僕らもいつ日本に帰れなくなるかっていうところもあるので、早めの決断として日本に帰ることにしました。で、これから日本に帰ってどうするのかっていうところなんですけど、てかまずエフォルト帰国しますとは言ったんですけど、正確にはこの2人が日本に帰国することになりました。僕はもともとオーストラリアに、今バンドで来てるんですけど、最初にオーストラリアに行きたいですって話をした時はもう一人で家に来る予定だったので、目的としてはボーカルとしてのこの英語力とかっていうものを上げるためだったので、それは今この状況でもできなくはないというか、自分次第でまだまだやれることはあるなっていうふうに僕は感じたので、僕だけオーストラリアにもう少し残ることにしました。僕たちは日本へ帰って何をするかというと、そのメンバー一人一人に自分が今やらなきゃいけない明確な課題があるんで、それをおのおの、夏樹さんが帰ってくるまでに自分たちはおのおのが強くなって、また強くなった夏樹さんを迎え入れれるように修行を続けると。修行を続けると。そういうことだね。ということですね。から、まあ、日本に、もちろん今日本のこのライブシーンというか、ライブハウスの状況もすごい大変だっていうのは、まあ、SNS とか見てて、オーストラリアにもすごい入ってきてるし、まあ、一緒にやってた仲間とかが苦労してたりとか、お世話になったライブハウスがすごい苦労してるのも知っていて、何もできないっていうのが今現状なんですけど、どっちにしてもまだ僕らの帰国ライブは先になりそうだな。そうですね。まだ俺らはこれで
終わらせられないですよね。うん、終わらせられないね。負けてらんないね、コロナにね。コロナにね。ということで、エフォルトは一部日本へ帰国します。そして僕は引き続きオーストラリアに残って、それぞれがそれぞれの場所でエフォルトを強くするためにもっともっとスキルアップしていきます。もちろん今までエフォルトを Vlog としてメルボルンとかシドニーでも撮ってきたように動画も YouTube とかもアップしていきたいと思っているので、引き続きエフォルトを皆さん応援していただければなと思います。よろしくお願いし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 ます。